大変ハードルを上げていただきましてありがとうございます。前のお話と打って変わって非常に、牧歌的なタイトルなんですが、このスライドは私が今までやり散らかしてきたいろんな研究対象になった動物の、一部です。で、周りを 見渡してもこんなわけのわかんないとかいろんなことやってるやついないなと、自分でも思うんですが、今日は自己紹介も兼ねて、なんでそんなことをするようになったのかという話もしたいと思います。今私がいる野生動物研究センターは、今から10年前、2008年に新しく設立されました。ご存知のように京都大学は霊長類学の50年以上の、歴史があります。で、私も実は最初は霊長類学を志して、山際さんと同じように、ゴリラチンパンジーを研究しに、アフリカに行きたいというのが夢で、京都大学の理学部に入ってきたんですが、いろいろあって僕はもう40年以上前に霊長類学を一度捨てたんですけども、その一つはですね、なぜセンター作ったかっていうと、霊長類学の歴史はと伝統はあるんですが、その他のいろんな大型動物の研究はされてあまりしていない。で、それを京都大学がやろうということになったわけです。で、私は18年間東京工業大学におりました。で、これからお話していくいろんな経緯がありまして、なぜか10年前に呼び戻されて、この野生動物研究センターを作ることになったわけです。で、この10年前の2008年というのは京大にとっては非常にエポックメイキングというか非常に象徴的な年です。で、それは、それから50年前の1958年には、今西錦司さんが最初のアフリカ探検をした。で、それから、西堀栄三郎さんが、初めて南極の越冬を成功した年でもあります。で、また、フランス文学の研究で有名な桑原武雄さんが、隊長になって、チョゴリ座っていうカラコロムの未踏峰に、登頂しました。で、この3人は京都大学の、OB で、同時に私は山岳部の出身なんですが山岳部の OB たちです。で、そういう人たち、その頃からですね、一時は京都大学は探検大学とも言われまして、こういう登山や探検っていうものの、メッカだったわけです。で、私も20年近く離れてましたけども、このセンターを作るにあたって、そういう登山や探検 の伝統というか、新しい世界を切り開くような、ことを、そういう特にフィールドワークですね、モデルだとか、数理ではなくてですね、地べたを這いずり回ってですね、現物を見る、で、新しいものを見方やものを見つけ出すっていうような伝統復活させてほしいという、こともありまして、このセンターができたわけです。で、このセンターのミッションは、特に大型の野生動物の保全研究です。なぜ大型動物かというと、大型動物のほとんどが絶滅危惧種なんです。で、しかも寿命も長いし、ネズミみたいに飼うのは簡単ではないですから、非常に研究が難しいですから、なかなかやる人がいないし、研究が遅れているわけです。ですから、それをこれから京都大学が霊長類学の伝統を生かして、いろんな絶滅危惧大型野生動物の研究をしようということで、作られました。で、現在では、教員は10名ほど、ですが30名近い大学院生が在学して、世界中で、いろんな野生動物の研究を進めています。で、私はそこを作るために呼ばれたんですが、野生動物研究センターの教員としては非常に異例な
経歴ということをやってます。これからお話ししますが、私がこれまでやってきたのは、主に2つ。1つは雪氷生物学、雪や氷の世界の生物学です。で、これも僕が勝手に雪氷生物学って呼んでるだけなんですけども、そういうものをやってきました。それと同時に、いろんな、成り行きがありまして、ここでは人からバクテリアって書いてありますが、実はウイルスとかゾウとか、シロナガスクジラまで手を出しています。で、いろんな生態学、行動学をやってきました。で、まず雪氷生物学ですが、私は普段、最近ご無沙汰してるんですが、こういうところで研究してます。で、これはヒマラヤの、5500m ぐらいですね。その今山のてっぺんは 7000m ぐらいあるんですけども、これ氷河の上です。で、こういうところで、研究してます。で、何してるかっていうと、こういうところで昆虫採集してるんですね。で、世界でもこういうところで昆虫採集してるのは私と私の学生だった人たちだけです。なぜかというと、こういうところにいっぱい昆虫やらいろんな生き物がいるっていうことを見つけたのは私だからです。で、よくいろんな、国際学会なんか行くと、お前なんでこんな気違いじみた研究始めたんだと言われるんですが、それにはいろいろ訳があります。で、先ほどご紹介預かましたように、私は日高俊孝先生、日本の動物行動学 の創始者のような方ですが、 の学生でした。で、先ほど申し上げましたように、僕は猿のとかゴリラチンパンジーの研究がしたくて京大に入ったんですが、先輩、偉い、霊長類学者ですね、伊丹淳一郎さんとか、みんな調べていくと山岳部なんですよね。だからきっとこれフィールドワークするには山岳部に入んなきゃいけないんだと思って、山岳部に入ってですね、で、結局山に登りすぎてですね、勉強はしないし、その頃は霊長類学花形でしたから大学院にも入れない。で、僕は結局6年間学部生をやって、3回目にやっと大学院に入ったんです。で、その時に、猿の研究はもういっぱいやってる人がいるし、自分が、やっても何か新しいことできそうにないと。で、そこへ来た日高俊孝先生は私が2回生の時に東京農工大から移ってこられたんです。で、授業を聞いたらものすごく面白いし、もう本当にいい加減なおっさんだったんです。で、直感的に、こんなおっさんになったら俺でも受け入れてくれるんじゃないかと思いまして、で、課題研究って言ってましたけども、卒研をやらせてくださいと 3回生の時に、そしたら、いいよって、なんで、じゃあ何したらいいでしょうかって言ったら、いや、何でもいいから好きなことやれって言うんですね。で、その時僕は鳥か獣がやりたいって言ったんですけども、先生もともと昆虫の専門家だったんで、できたら昆虫にしないか。で、それにそんな山ばっか登ってたら実験もできないから、山でできることを探したらいいやんって言われました。で、僕も素直ですから、山に行くたびに変な虫を見つけてですね、これ先生なんていう虫ですかっていうふうに言ってたわけです。で、その時にですね、自分はそんなこと言ってないっていうんですが、日高先生に何を研究したらいいかって相談した時には、もうとにかく山に行ってどんなしょうもないことでもいいから一つ不思議なことを見つけてこい、で、それを研究すればいいんだと言われました。で、その頃僕は雪山が好きで、スキーとか行ってたんですが、尾瀬にスキーで行った時に、そのスキーといっても重たい荷物を担いでスキーで滑るわけです。だから転ぶとものすごい大変なんですよ、起き上がるの。で、こうやって雪の中で何回も転んでもがいてたら、雪の上を、この雪渓カワゲラっていうこの虫がですね、トコトコトコって虫が歩いてるんです。なんやこれって、なんでこんな寒いところでも動けるのか、いや、大体何食って暮らしてるのか、大体雪の上で何してんだろうかというふうに
不思議なことがいっぱい出てきました。で結局おかげさまで卒業研究を3年間やったんで3年間かけてこの虫の生態を調べました。で分かったことはですね、この虫は寒いところでも動けるとか寒いところでも大丈夫なんじゃなくて、寒くないと生きていけないんです。それから雪の上でないと生きられないということが分かります。例えばポケットに入れて温めてやるともう痙攣して動けない。で冷やしてやると元気に歩き出すとかですね。で実は雪、真冬の雪の上にはいろんな虫が実はいるんです。でところがほとんどの人は虫は夏に起きて冬は寝てるんだと思ってますが、実は探したあまりそういう目で見ないだけで、真冬の雪の上にはいろんな虫がいるんです。例えばこの雲形ガガンボは本州では夜中にしか出てきません。で非常に珍しい虫だって言われてるんですが、まあ、当たり前の話で夜中に雪山で虫探す人いないですよね。でも皆さんやってみたらいいと思うんですが、実はいるんです。でこういう虫たちも実は寒くないと生きられない、雪の上でないと生きられない虫だということが分かりました。で僕は毎年山に行ってて、その北アルプスの、設計で、もともと設計カワゲラという名前は設計にいるカワゲラという、意味なんですけども、そこで、山小屋でゴミ拾いのバイトしながら研究したわけです。でただこの設計の上に出てくる、設計カワゲラはこれ夏に出てくるんです。だから真冬の雪の上に出てくるやつとは絶対違う種類で、今ではこれ設計にいるやつが設計カワゲラもどきっていう名前になってるんですけども、全然違う種であるということが分かりました。でこの時、実はこれ我々の仲間、氷河を研究している仲間が最近見つけたんですが、日本のこういう大きな設計もですね、1万年前までは大きな氷河だった。でそれが現在は氷河でなくなったと言われてたんですが、実は現在も氷河であり続けて、雪からできた氷がちゃんと流れてるんだということが分かりました。でも私が学生の頃はこれは石系、氷河ではないと言われてたんですが、ここにいる虫たちはですね、ここがもっとでかい氷河だった頃からここに住んでるんだろうと僕は思ってました。でところがいくら調べても氷河に虫がいるなんていう論文どこにもなかったんです。でこれはいいことに気がついたと思ってですね、でこれでヒマラヤに行っても怒られないだろうと。で私の、博士論文のテーマはヒマラヤに氷河に行ったら虫がいるはずだからそれを研究しますっていうのが私の博士論文のテーマです。で実際、何年かかかっていろんな氷河を調べました。で、これ1982年ぐらいかな、ヒマラヤの氷河で、初めて、虫を見つけることになったわけです。でそれが、この虫です。これはヤマユスリカの仲間、なんですが、上の左側が向かって左側が、メスで右側がオスです。で下が幼虫なんですけども、親はメスには小さな羽がついてるんですけども、オスには全く羽がなくて、雪の中や氷の中の隙間に潜り込んだり、それから雪や氷の上を歩いたりして、生活してます。でこれがですね、どのぐらい寒いところまで耐えられるかっていうのを試すために、夜中の一番寒そうな時にこの虫をアイスクリームカップに入れて、氷河の上をなるべく標高が高いところまで登ってですね、時々出して歩けるかどうかをチェックして、でその時に得られた最低気温がマイナス16度だったんですが、それでもちゃんと歩いてた。だから多分今でも破られてないと思うんですが、低温下での昆虫活動の多分最低記録だと思います。でもう一つはですね、幼虫も見つかったっていうことです。それはどういうことかというと、この虫はですね、氷河の雪と氷の上だけで、ライフサイクルを完結している、そういうことが分かった最初の昆虫です。
で、あんまり詳しくは話せませんけども、例えば幼虫はですね、昼間氷河の氷を砕いてやると、その氷の結晶と結晶の間に入り込んでじっとしている。で、夜になると出てきて活動する。で、これはオスとメスが、氷の中で交尾をしているところです。で、これもオスはですね、一生雪と氷の上から出てこない、表面には出てこない。で、雪や氷の中でメスと交尾したら1週間ぐらいで死んでしまいます。ところがメスは何ヶ月も生き続けて、で、氷河の表面を条件がいい時に歩いて氷河の上流に移動していることが分かりました。で、これはあんまり画質良くないですけども、氷河の上をメスが一生懸命歩いているところです。で、まっすぐ一生懸命一生懸命歩いている。で、そのメスがどっちに向かっているかっていうのをこう見てたのがこの図です。下が氷河の末端で、上方向が上流方向です。で、結構バラバラしてるんですが、いろんな地点で、メスはほとんどのメスはですね、上流方向に、歩いてる。で、これは考えてみれば当たり前で、卵から親になるまで氷河の流れによって、必ず下流方向に運ばれます。だからメスが親になった地点ですぐに卵を産んだら、どんどん氷河の下流に分布が移ってしまって、氷河から掘り出されてしまう。だけどこの虫はですね、氷河の外では暑すぎて、生きていけないんです。だから必ずメスは親になったら歩いて上流方向に向かって移動してから卵を産むんです。じゃあなんで上流がわかるのっていうので、最初に分かったのはですね、太陽コンパスを使って、で、虫からですね、板とかで影を作ってやる。そうすると虫からは、本物の太陽を見えない。で、単純ですけども、鏡を使って光を逆から照らしてやる。で、そうすると虫からは、180度違う方向から、太陽の鏡像が見えるわけです。で、もし太陽の方向を手がかりにしてたら、歩く方向は逆転するはずです。で、実際実験したのはこれですね。これが僕の足です。で、虫が歩いてる、後ろから細い棒でこうやって線を引いて記録するんですが、で、この赤い矢印のところで鏡を見せる操作をする。で、そうすると歩く方向が180度変わります。で、青いところで、操作をやめてやる。そうするとまた元の方向に移動する。で、また見せてやると同じように逆転する。つまり太陽の方向を、歩く方向の手がかりにしてる。これは太陽の方向は1時間に15度ずつぐらいずれてきますから、体内時計を使って、それも補正してるわけです。でも太陽コンパスはコンパスであって、どっちが上流かは分かりませんよね。どっちが行くべき方向か分かってないとコンパスは使いようがありません。じゃあどうなんだろう。で、これも話せば長いので、結論だけ言いますと、歩きながらおそらく50メータースケール以上の最大傾斜の方向を測ってるんです。で、なぜそれが分かったかっていうと、これはその調査した地点ですが、2つの斜面があってクレバス帯で分かれてる。で、最大傾斜の方向が45度ぐらい変換する地点がある。で、クレバスがあるから限られたところしか通過できないです。だからそこからですね、虫がどっちの方向に歩いていくのかっていうのを調べる。で、そうすると最初北が最大傾斜の方向の斜面を歩いて、で、クレバスを通過して、で、何十メーターも歩くうちにですね、新しい最大傾斜の方向にだんだん補正されていくんです。で、これもメカニズムまでちゃんと詰めたわけではないんですが、3ミリの虫です。あれ3ミリしかない。3ミリの虫が、なんでこんなことができるのか。おそらく3ミリの虫が1つの点で測れる
最大傾斜の方向ってものすごく小さなスケールのものでほぼランダムだから、私の仮説はですね、最大傾斜の方向に向かってまっすぐ歩いてたら左右の、足のロードはほぼ均一です。ところがそこから例えば右にずれたら山側にある足の方がロードが大きくなる。なんか知らないけど左足ばっかり疲れるな、これは右に寄りすぎじゃないかというようなメカニズムで私は計測してるんではないかと思います。で実際にそういうの、まあ本当はモデルをしたらいいと思うんですが、現時点の今歩いてる場所の50メータースケールの最大傾斜の方向とはだいたい15度から20度ずれてるんです。ところが今まで歩いてきたであろう斜面とはだいたい5度から10度ぐらいのずれ。だから僕はこのモデルは正しいと思ってるんですけど、いやそれこそで何だったっけデータ、それが必要だと思います。でこの氷河にはですね、この虫以外にも実はミジンコもいました。でこれも変な、なかなか気がつかなかったんですけども、夜行性で昼間は氷の中にじっとしてて夜になると活動する。じゃあこういう生き物が何を食べてるかっていうと、氷河の表面にある泥みたいなものを食べてる。でこの泥みたいなものをよく見るとつぶつぶしている。で実は1、2ミリのボール状をしてて、でこれは生き物の塊だったんです。表面が糸状のシアノバクテリア、光合成するバクテリアで覆われていた。実はこれはストロマトライトと同じ、この糸状のバクテリアが作り出す構造だったんです。昼間光合成で成長して夜はこうやって引っ込む運動性があるバクテリアです。ですから引っ込むときにいろんなパーティクルをトラップするわけです。だからだん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 成長していく。ただカルシウムが多いところでは硬くなるので、大きく成長して、有名なストロマトライトのオーストラリアのシャークベイなんかでは直径1メートルとかなりますけど、まあ、ここは柔らかいままなんで 2,3 ミリになると崩れてしまう。だからまた成長を始めるわけです。だから小さいんですけども、これは氷河の上の氷の上のストロマトライトで、そういうものを食べて、でこれは大きな発見で、というのは今までヒマラヤの 5,000 メートル以上というのは雪氷帯、氷雪帯と言われて、まあ、ほとんど光合成生産がなくて、定着性、ずっとそこに住んでいるような生き物はいないんだと言われて、でいたとしても雲みたいに飛んできて、一時的に滞在して、しかも風に飛ばされてる、てくる有機物を食べて、一時的にいるような生き物しかいないと言われてたんですが、実は雪氷帯にもですね、光合成生産に支えられた定着性の生物群集がいるんだ。で、まあ、つまり氷河にも生態系があるんだということが分かります。で、まあ、それ以来ですね、まあ、今に至るまで世界中のいろんな氷河の生態系を研究してきました。で、まあ、いろんなタイプの昆虫だとかミミズだとか、いるわけです。まあ、時間があんまりないので、このミミズだけご紹介しますが、まあ、アラスカではですね、夏になると氷河の上がピンク色になるぐらい単細胞の緑藻が生えます。だから雪の赤潮ですね。で、まあ、日中は全然いないんですけども、夜になると表面にこんなたくさん出てくる。で、まあ、大体これ 1,2 センチの大きさです。で夜になると表面に出てきて、これ3倍速のムービーなんですけども、ゆっくり動きながら、さっきの赤い、僕らは赤雪と言ってますけども、単細胞の緑藻を食べてるわけです。で、まあ、こういう氷河生態系の研究、まあ、3つの視点でやってます。まあ、一つは、まあ、氷河生態系という新しい生態系の研究、それからそこのに生きてる生き物の生態を理解したい。でもう一つは、先ほど気候の話がありますが、アイスコア解析で、アイスコア解析でいろんな気候を
だとか股関係を復元されてるんですが、今までは氷河には生き物いないと言われてたんで、生物学的な観点からの分析って一切なかったんです。でそれを、物理科学解析ではできない解析を、ができるようになった。でもう一つは氷河の色は実は生物が変えてるんだということが分かりました。その氷河の色、特に氷河の色が変わると溶け方が変わりますから、非常に大きな影響があります。で、そういう、研究をしてます。一つはアイスコア解析ですが、氷河の氷は掘れば掘るほど深いところの氷ほど、昔降った雪とそれからそこに含まれている空気の大気中の成分も含まれて、大気と降水の化石みたいなものです。でこれの中に含まれている生き物を使って過去環境を見よう。例えばこういうアイスコアにこれ黒いものが見えますが、これは氷河の虫が食べてた黒い粒です。で例えばこれで何ができるようになったかっていうと、酸素の同位体とか、これロシアで 4.5 メーター掘ったものなんですが、左の、これ酸素の同位体はですね、大体夏は重たい水が降って、冬は軽いのが降ってくるんですが、その周期でこれは1900何年の、層だっていうようなことがされてました。ところが結構あったかい夏に溶けるような氷河では表面の水と夏の雪と、冬の雪の水が混ざってしまって平均化されて全くサイクルが検出できなくなります。でところが右側は藻類の、氷河で、増えている藻類の量です。で藻類が増殖する春から夏にかけてはたくさん入っている、ところが冬にはほとんど入ってない、このサイクルがずっと検出できるわけですから、氷河の、これアイスコアの年代決定に、利用できる。特に今まで分析できなかった暖かい地方の実は世界のほとんどの氷河は夏はいっぱい溶けるんです。ですから今までは非常に限られた氷河でしか個環境復元できなかったんですが、これによってですね、世界中ほとんどの氷河で、個環境復元ができるようになったわけです。でそれから藻類の量と気温の関係、それから例えば暖かい年にはたくさんいろんな生き物が生える、だからそのバイオマスは気温と相関しているとかですね。あともう一つは種類も変わります。これは氷河の下流から上流に向かってどういう藻類が優先しているか、でそれは非常に高度によってきれいに変わっていきます。で普段はこれアイスコアを取るのは一番上流ですからこの種類しか出てこないんですが、非常に暖かい年にはもっと下流の生き物がいっぱい入ってくる。そういう意味で種類、生物の種類からも昔の環境が分かる、特に大きな変動はこれで検出できるということで、実例としてパタゴニアっていう、世界で3番目に大きい雪と氷の塊ですが、ここで行った研究を紹介します。ここはですね北半球で行くと樺太ぐらい の緯度なんですね。だからそんなに高緯度じゃない、でもものすごい大きな氷河があるわけです。ということは溶けるにも増してたくさん降るわけです。でところが先ほど言いましたようにアイスコアでこれが何年の層ってわからないんで、年間にそこでどのぐらい降水があったかって分かんなかったんです。でそれを、生き物を使ってやったところですね、これは60メーターぐらい、掘って、水に直したら三十数メーターなんですけども、これが 1.5 年分だっていうことか。で、藻類が生えていたところ1年間の幅からするとですね、
12.9メーター、だから13メーターぐらいの降水量。だから普通降水量って例えば日本だったら4000ミリぐらいが一番多いですね。4000ミリって4メーター。だからその3倍以上の降水がある、世界最大級の降水があるということが初めて分かりました。でもう一つは、氷河の微生物が氷河の色を変えてるんだ。でパタゴニアみたいに非常にきれいな白い氷河もあれば、アラスカみたいにピンクの氷河もある。でそれからヒマラヤの氷河は真っ黒なの。でこれは今までただそのどっかから飛んできた砂だとか泥だとか思われたんですけども、実はこれは生物が変えてる。特にヒマラヤのようにこんな真っ黒になると反射率でいうと、新雪、降ったばっかりの雪は、入射光の 97% ぐらいは反射してしまいます。ところがこの生物の虫の餌になってた、ストロマトライトの黒い物質、あれがあるとですね、5% ぐらいの反射率。だから 95% が吸収されるわけです。で、それによって、表面の融解が3倍以上加速されているということが分かりました。で、今やってるのがグリーンランドなんですが、グリーンランドは世界で2番目に大きな雪、氷河、氷床です。で南極の方はこれから温暖化があってもそう大それとは解けないんですけども、グリーンランドは緯度が比較的低いので、またこの地域はいろんな気候モデルによると大きな気温上昇が見込まれています。だからこの氷床がどのぐらい解けるかっていうのは将来の海面上昇であるとか気候変動に大きな影響があります。でところがこの表面の状態を人工衛星から見ると北と南の方で色が違うんです。でまあこれ実際飛行機から見たところですけども、南の方は結構白い、ところが北の方は黒っぽくなってる。でこの黒いものなんだ、調べたらやっぱりヒマラヤと同じストロマトライト構造を持った黒いものなんです。ですからグリーンランドでも微生物活動が氷河融解を加速している。でこの黒い部分が広がっていくんだろうか、それとも縮小していくんだろうかによって溶け方が大きく違います。だけどそういう過程はまだ氷河の融解モデルに組み込まれていません。でただ最近ヨーロッパアメリカの連中がガーッと入ってきてこの生物的なエフェクトをかなり定量的につい最近出しました。というような雪と氷の世界の研究、今でも実は続けてるんですけども、同時にですねイルカの研究して、実は僕大学院生今まで 20,30 人見てるんですが、そのうち10人ぐらいはイルカの研究をしてた。で、最初になんでこんなことをするようになったか、でこれは最初イルカは夜寝るかっていうイルカはいつどうやって寝てんだろうかっていう研究です。で、それは僕東京工業大学にずっといたんですが、ある日変な学生が来て、どうしてもイルカの研究がしたいんですっていうんですね。でなんでじゃあ東工大なんか入ってきたんだよって言ったんですけど、でもその頃生命理工学部っていうバイオテクノロジーの学部ができて、で生物のに好きな学生が間違って入ってくるんですよね。実際はタンパク質とDNA しか扱ってなかったんですけど、でもしょうがないなっていうんで、じゃあどんな研究がしたいというか、野生のイルカの研究っていうんで、でも野生のイルカの研究一からフィールドを開拓してやるのは少なくとも5年10年かかるから、とりあえず水族館で研究しようよ。で 何研究したらいいですかって言うから、いや水族館でイルカを見て何か不思議なことを1個見つけてきなさいと言ったわけです。そうしたらいろいろあったんですけども、ある日、いや奴らずっと泳いでていつ寝てんのか分かりませんって言うんですね。じゃあそれを研究しようっていうことになります。でよく考えてみるとイルカは完全な水中生活者で、寝てる間も息をしに上がってこなきゃいけない。で、しかもその
海の中っていうのはもう隠れる場所ないですから、おちおち寝てられないと思います。だから本当にぐっすり、ね、眠れないわけです。じゃあいつ寝てんだろうかって、でずっと泳いでるんですけども、じゃあ泳ぐスピードを、記録して、一番ゆっくりになった時、それから呼吸間隔が一番長くなった時に寝てるんだろうということで、活動度をそれで測ったわけです。で活動度がいつ一番低くなるか、でそうしたら、水族館のイルカはですね、昼間餌やってるんで夜中の1時に一番不活発になるんです。じゃあその時の行動を分析しよう。でやってみたら分かったんですが、この3つの行動が多いってことが分かって、一つは浮上休息って言って呼吸口を出して体くの字型にしてじっとしている、僕らはこれは浮上休息とかプカネと言ってます。でもう一つは着底休息って、プールの底でじっとしてて たまに息しに上がる。でも一番多かったのはゆっくり壁ギリギリにですね、同じところずっと泳ぎ続ける行動です。でこの3つの行動に共通したのはですね、少なくとも片方の目を閉じてるってことです。で例えば遊泳休息、泳いでるんだけど、ゆっくり夜中に泳いでる、この時はですね、ほとんどの場合両目か片目を閉じてる。で当たり前の話ですけども、昼間もっと早く泳いでる時には両目開けてるわけです。で多分この間に寝てんだろうと思うと、もう奴らしょっちゅう寝てるんですね。昼間もちょっと目を離すと片目つぶって遊泳休息してるわけです。でこの目の開閉状態と脳の関係っていうのは非常にちゃんと調べられています。でこれはもう今では許されない実験ですけども、ロシアの科学者が本当小さい水槽にドボンと入れて頭を開けて 脳に針を刺して脳波を測って、で両側から目を見ていて、で皆さん半球睡眠っていう言葉をご存知だと思うんですけども、脳の片半球だけ休ませて、だから右目を閉じてる時は左半球が睡眠に特異的な脳波を出しているっていうようなことが分かっている。ただ野生とか実際どういう行動をしながら寝てるのかっていうのは分かんなかった。でところが、その半球睡眠と関係してるだろうということ、行動も分かりました。遊泳休息をしてる時は大体群れでやるんです。で例えば2頭のオスが大人が並んでゆっくり泳いでる時、でその時はですね、相手パートナーの側に面した目を開けてるんです。でずっと泳ぎ続ける。ただ約10分に1回左右のポジションを交代するんです。ということは閉じる目が10分ごとに違う、交代するということは休ませる脳が左右違うんだ、交代してる、そういう半球睡眠を、してるんだろうと。で実際野生じゃどうだろうか、これもうちの学生たちがもう20年近く調べてる、三倉島、伊豆諸島の三倉島、今はドルフィンウォッチングで潤ってる島なんですが、この島の周りには、昼間たくさん150頭ぐらいの、イルカがやってきます。で彼らは何しに来るかって言ったら寝に来るんです。で夜になるともっと深いところで餌を食べる。でそこで一番多く見られるのがカーペットフォーメーションっていうんですが、横に一列に並んで、海底の近くでゆっくり泳ぎ続ける。でこれはまさに遊泳休息と同じだ。でうちの学生で、寝てるイルカに追いつけるぐらい泳ぎが速い学生を2人選別して、一頭のこの状態の、イルカをですね、左右ガーッと潜っていって目の状態をチェックしました。そしたらやっぱり片目をつぶっていたという。でそういう論文を書いたんです。
ところが、その後ですね、姉ちゃんに変な論文が出て、それはさっき の, あの脳みそを開けてっていうひどい実験をしたロシア人とアメリカ睡眠学会の学長が、あの会長が金でそれを買って書いた論文なんですけども出産直後の、イルカやシャチは1ヶ月寝ないっていう論文を出しました。でよく読んでみると、あのロシアの水族館で、プールにいつも2人配置して、息を吸う瞬間に目が開いてたかどうかチェックした。それが1ヶ月間1回も閉じなかったっていうんですね。でも絶対それは中では閉じとるんちゃうかということで、日本で3組ぐらい の, あの出産があったんで、それチェックしてみました。でそうしたら分かったのはですね、やっぱり予想通り遊泳窮鼠の訓の時は水中では片目閉じてる。ところが浮上した瞬間、呼吸の瞬間には両目開けることが多いんです。でよく考えてみたら当たり前の話で、まあ、水族館みたいにいつも波がないわけじゃないですよね。海で寝てたら非常にあの荒れてる時もあるし、だから息を吸うのもそんな大変なんです。本当に半球睡眠といえども、おそらく覚醒度を上げてその瞬間だけでも息をあの覚醒度を上げなきゃいけない。で、まあ、その30秒とか1分で区切られる、睡眠は睡眠じゃないとか、いろいろそのネイチャーであの論争になったんですが、あの我々はこれは絶対睡眠だと思ってます。で、まあ、分かったことは、こういう完全な水中生活者であるイルカの睡眠は陸上の哺乳類の睡眠とですね、今まで予想してたよりもはるかに違うもんだって。でよく考えてみると、じゃあ睡眠って何なんだっていうことをあの根本的に考えなきゃいけないようなあの発見だと私は思ってます。じゃあそんなイルカがどうやって寝ようか、どうでもいいじゃないかと思うかもしれないですけども、僕はこういうあのまあ、イルカやクジラがどこでどうやって寝てんだっていうようなことを知ることは非常に大事だと思います。それはあの、まあ、最近有名になりましたけども、クジラと高速船の衝突事故が問題になっています。で、そのほとんどはおそらく寝てるイルカとか寝てるクジラで、おそらく浮上休息してるあのクジラだと思います。で、そういうものとの衝突事故だから、どんなクジラがどこでどうやって寝てるのかっていうことをちゃんと理解することが、彼らとあのこういう事故を防いだり、クジラやイルカとの共存を考える上ではあの大事だと思います。で、まあそれがきっかけで、まあ、その最初の、どうやってイルカが寝てるかっていう研究が、きっかけになって、野生のイルカの研究もあのかなり、たくさん やってます。で、まあ、特にあの絶滅危惧種 の, あのガンジスカワイルカ、カワイルカのほとんどはもう一番絶滅に瀕してますが、だいたい住んでる川が濁ってて水中での行動全く分かんないんです。でそれを彼らがあの出すエコロケーションのための音を利用して、2つのマイクでその時間差を利用して角度を出す。でまあ、理論的には2つやれば点が落ちるんですけども、この音を使って水中の行動を推定してやろう。でそういう研究しました。でまあこれまあ非常にシンプルですけど、まっすぐ行くのかくねくね行くのか、それとも同じところでじっとしてるのか。でそれで分かったことはですね、ガンジスカワイルカは実は夜に活発に動いてるってことが分かりました。で昼間はどちらかというと一箇所でじっとしてることが多い。で、まあ、こういうことをさえ今まで分からなかった。で、まあ、これによって、彼らが例えば休息に使う場所がどこにあるのか、それとも餌をどこで食べてるのか、そういう移動はいつやるのかということを知らないと、例えばあの船とのスクリューので、まあ、いろんな事故が起こってますけども、そういうことをあの考えることはできない。でアマゾンカイルカでも同じような研究をしまして、で分かったことは、
まあ、夜と昼では利用する環境が大きく違うということが分かりました。まあまあ、あんまり時間がないので飛ばしますが、まあ、そういうイルカの研究も、いろいろ進めてます。だけどまあ、ちょっとおかしいんじゃねえかと思うんですけど、白目があるのは人だけかっていう研究もしました。まあ、これは僕東京で行って一番つらかったのが通勤電車で、もういっぱい人が混んでくると、もうどこ見ていいのか分かんなくて、もう目つぶっちゃいますよね。でもよく考えても、なんでわしらこんなにどこ見てるか気使って生きてるんだろうか。でその時に思い出したのが、デズモンド・モリスっていうロンドン動物園に勤めてた動物学者が「ボディウォッチング」っていう本を書いてるんですが、で、その人はその動物園で猿見てると、なんか猿の目って人間と違うよねって、で白目がない、これ白目があるのは実は人間だけじゃないかみたいなことを書いてあるんです。で、まあ、その時僕は実は東京で、人混みでにどうやって人間が衝突を避けるかみたいな研究をして、週刊誌に叩かれたり大学から追い出されるんじゃないかっていうことがあったんですけどまあだから人間の研究をするのは非常に危険だと。でどうしても人間研究したいっていう学生が来たんで、じゃあまあ携帯からやろうということで、その白目があるのは人だけかって、日本には霊長類研究所、それからモンキーセンターがあるので、世界の猿の3分の1ぐらいを生で見ることができる。だからそれをムービーで撮りまくって、目の形態を調べました。でせっかくなんで、白目があるかどうかだけじゃなくて、まあ、白目の割合だとか、それから目の縦横比を調べました。でそしたらやっぱり白目があるのは人間だけだったんです。他の猿は白目の部分が全部その色素で着色してました。ただ予想外だったんですが、白目の面積割合っていうのが飛び抜けて大きい、まあ、逆に言えば黒目が相対的に小さいっていう特徴がありました。でもう一つは、人間は猿の目に比べて異常に横長な目をしているんです。じゃあなんでなんだ。で一つ分かったのは、白目の比率っていうのは体のサイズと相関してました。大きな猿ほど白目の割合が大きい。なんでかっていうことなんですが、いろいろ考えたんですが、おそらく白目の比率っていうのは、結局黒目の相対的に大きいか小さいか。だから白目が小さいこういう猿はですね、目玉を動かして視野変更があんまできない。ところが白目が多い、猿はですね、まあ、こういうふうに目玉だけ動かして視野変更がしやすい。でそれで、ほんまにそうやろうか。まあ、そのスケーリングの原理で、大型の猿ほど視野変更を目玉だけ動かしてやるメリットって大きくなるんですね。視野変更の方法3つあって、体を動かすと、頭を動かす、目玉を動かす。ですから大型のものほど 目玉だけ動かした方が得なんですね。だから小さな猿はもうちょこまちょこまか体中動かして視野変更する。で実際目だけ動かすして視野変更する比率を調べてやると、やっぱり体のサイズと相関します。じゃあなんで横長なので、分かったことは、地上性の猿、地上性が強い猿ほど横長なんです。で地上性の猿は丸い目をしている。で反地上性の猿はまあその中間ぐらい。でそれは、樹状性の猿は3次元空間に住んでるんで、前後左右均等にスキャンしなきゃいけない。だけど地上に降りると、上下よりも左右のスキャンが多くなる。だからそういう左右のスキャンへの適応じゃないか。で実際に調べてやると、
左右方向前後方向のスキャンの比率を調べてやると、やはり地上製のものほど、水平スキャンが多くなるわけです。で、まあ、最初のクエスチョンだった白目があるのが人間だけかっていうことなんですが、実際ほとんどの猿はですね、露出鏡膜といいますが、白目の部分にわざわざ色素で焦げ茶色に染めてます。でほとんどの猿は焦げ茶色に白目が染まってます。で白目がある、着色してない白目を持ってるのは人だけだ。じゃあ普通他の猿はなんでそんなところにわざわざエネルギーかけて色つけてるんだろう。まあ説明2つあって、眩しさを防ぐとかですねいうのがあります。まあ野球の選手とかここに黒い、眩しくないようにここを黒く塗ってる。でも白目が黒いからってそんなことありえるのかなと思ってたんですが、まあ、実際夜行性の猿もちゃんと着色してるんです。でだからそんなことありえない。でもう一つ我々の考えは、視線隠蔽、どこ見てんだか分かんないようにしてるんじゃないか。で、まあ、視線の分かりやすさっていうのは、顔の中にどこに目があるかっていう、顔の中の目の位置、それから目のアウトラインの中の黒目の位置って2つの要素があります。じゃあその顔の色、白目の色、黒目の光彩の色、そのパターンを分類してみますと、ほとんどの猿はこのタイプ1っていう目の場所も、目玉の黒目の位置も分かりにくい色彩をしている。で全て、2つとも分かりやすいパターンというのはやっぱり人間だけだと。でこれは実は今これをもとにコラボレイティブ、コーペレイティブアイとか、新しいそういう言葉を作った人が出てきたんですが、ほとんどの猿はどこを見ているのか分からない視線隠蔽型の色彩をしている。ところが人だけが視線強調型の視線をしているんだと。でそれはコミュニケーションのために、あえて視線を強調しているんだろうと思います。考えてみると、じっと見交わす目と目とか、目が泳いでるとか、三白眼だとか、目にまつわる言葉はたくさんありますよね。目は口ほどにものを言うと言いますが、だから我々は視線によるコミュニケーションのちゃんとしたそのプログラム、遺伝的にプログラムされた文法を持っていると。だけどそういうことはあまり研究されてない。で実は僕それも研究したんですけども、やばくて発表できない状態が続いております。でそれは、例えばさっき言った体が大きいほど、白目が広くなる、それから地上性が強いほど横長になる。だけど人間は その、スケーリングだとかの、予測直線から外れて、もっと横長でもっと白目が比率高いんです。でそれはおそらくそのコミュニケーションの機能のために、横長になったり、白目が広くなったりしたんだろう。だからコミュニケーションにはだから水平の動きが大事なんですね。それは分かったことです。で、そうやって、同じような研究を犬科動物でもやりました。だからこれ狼の目ってなんでこんなに視線強調なんだろうって。で実際は狼、犬の祖先ですけども、犬でもポインターっていう犬がいますよね。その猟師に獲物の方向を知らせると、いやそういうグループハンティング、群れで狩りをするときにのコミュニケーションにどうも使ってるらしい。だから群れで狩りをする、犬か動物は視線強調型で、タヌキみたいな単独性が強いものはですね、全然相手をじっと見たりしない、いつもこうやって地面見てキョロキョロしながら生きてるということが、分かりました。で、この研究してて気になったのは、オランウータンの目が一番人間に似てたんですね。でオランウータンって樹状性だからもっと丸い目しててもいいじゃないかと。
でも行動観察してるとオランウータンは森の鉄人といってじっとして相手をじっと見たらこうやって目だけ動かして凝視行動を非常にします。だからなんかそういうことがあるんじゃないか。で考えてみると、チンパンジーやゴリラみたいな人間の直径のご先祖でに近いアフリカの大型類人猿に比べて、オランウータン非常に離れてます。だけど顔の形態からしたら人間と一番近いのは近いっていうかオスとメスの違いが大きいのはオランウータンなんです。で、オランウータンは成長とともにものすごく顔が変わります。子供の頃は同じ子供と大人は同じ生き物じゃないようなの顔の形態の変化があります。まあ、これを調べた人も明らかになってです。で、いろいろ分かったんですけども、例えば、メスはまぶたが若いメスはまぶたが白いままだとかですね。で、おそらくこういう視覚コミュニケーションにこの顔の形態が使われている。で、オスもその優位なオスは顔がこんな出っ張ってきて、で、劣位のオスは顔が小さいまま。で、優位のオスがいなくなると、劣位のオスがどんどんでかい顔になってくるとかです。まあ、そういういろんな発見がありました。で、まあそれをやってた子がどうしても野生のオランウータンやりたいっていうんで、ボルネオで野生オランウータンの研究もしました。で、まあ、調べたのは、まあ、オランウータンは何をどのぐらい食べてるのかっていう、非常にシンプルなことです。でも特にアジアの森は数年に1回とか一斉開花があって一斉に結実して、でものすごくフルーツにあふれる時期があるんですけども、それが終わるとほとんど果物なくなってしまう。でそういう果実が欠乏している時期にオランウータンがどうやって生き延びてるかっていうことを知るためにはこれは非常に大事です。でいろんなものを食べてるんですけども、まあ、特に果実欠乏期には2つのイチジクの仲間、それからスパトロブスっていうつる植物に依存してるってことが分かりました。でそれによって、いやそれまではまあこれ環境への影響を軽減した伐採法っていうのがあっていろんなマニュアルがあるんですが、そこで残すべき樹種にはそういうものが含まれてなかったんです。だからそういうものをちゃんと残していかなきゃいけないんだとかですね、そういう、まあ、こういうそれぞれの動物の都合をちゃんと理解することが僕は野生動物の保全にとっては一番大事だと思っています。ということで、まあ、いろんな、まあ、本当に一例だけでいろんな世界中でいろんな動物を研究している研究者がいるんですが、僕はそれぞれの、ゴリラだったらゴリラ、イルカだったらイルカ、ヤマラシだったらヤマラシ、それぞれの動物の生き方だとか都合をちゃんと理解することが、保全だとか人間との共存に必要だと思います。で、まあ、最後にちょっとだけご紹介しますが、今一番一生懸命やってるのは、まあ、そのインド、ブラジル、マレーシア、中国、インドネシアとかですね、その海外の特にメガダイバーシティ国っていうか多様性が高い、熱帯の、大型動物の保全の、ネットワークをやってます。で、そこの中でフィールドミュージアムっていうものを提唱してます。でこれは動物園や水族館だとかですね、まあアジアだとかアフリカ、南米のそういう諸国にはちゃんとした動物園や水族館もないんですけども、そういうところに保全だとか教育だとか研究に役立つような、理想の動物園水族館を作ろうということで、それを僕はフィールドミュージアムっていう名前にしました。で今アマゾンでそれをやってるところで、まあ、来年が最終年度でなんですが、なんとか、まあ、これはアマゾンマナティであるとか、それからアマゾンカワイルカ、それから、ナマケモノだとか、森の絶滅危惧動物を保全して研究して、それからエコツーリズム、まあ、これも、市民が参加できるような、エコツーリズムをやることによって、
まあ、改善というか解決していこうということを一生懸命やっております。すいません、長くなりましたが、私の話は以上です。